理解していきたいと思います。そうなんかこの間おととい撮影でちょっと前なんか撮影があって、でその時に撮影現場にイヤホンを連れてきたんですよ。有線のやつでずっと使ってるやつなんですけど、でうわイヤホン忘れたと思って、でもなんかそれが今その事務所 AKB の方の事務所で保管してるみたいな言ってて、あるのかと思って、なくしたってなったらすぐ買うねんけど、でもあるってなったからみたいな。で次のそれを気づいたのがシブパラの時だったの。気づいたっていうかシブパラの時にこの間のそういえばみたいな撮影の時にイヤホン置いてっちゃったんですよねみたいな、なくしちゃったんですよねみたいな言ったらダスさんが「あありますよ」みたいな「今事務所にあります」みたいな言ってくれて「ああるんだ」ってなって、でその次の日からちょっと遠征だったから私だから。どうしようかみたいな。シブパラの次の日お稽古あって、そっから1泊2日かみたいな。で明日多分受け取れるんだけど、そうで大西常になんかこうイヤホンを挿してる人間、挿してることが多いんですよ外では。そう音楽聴いてなかったとしてもなんか刺してることが多くて、あそう受け取るまでの間どうしようかってなって、そうだからどうしようみたいな。その日にシブパラ終わりに買いに行こうかなと思ったのよ。今有線使ってるし、じゃあ違うの買いに行こうかなみたいな。いやでもなみたいな、いや我慢するかと思ってお稽古の時は一旦我慢したのね。そう結構この日はまあ一旦我慢やと思って我慢して、でその昨日今日の1泊2日のやつがどうするかってなって、でその移動時間も長い予定だったからコンビニで買おうと思ったんですよ最初。やっぱもう買っちゃえと思って、今やったらイヤホンとかなんならエアポッツ売ってるコンビニとかもあるから、で家の近くのところにコンビニにイヤホンとか充電器とか置いてるとこあるわと思ってそこ行ったの。ほんならとりあえずなんか今売り切れですみたいな、なんか分からへんけどそう海外の方が対応してくださって「ああないです」みたいな感じで言われて、カードはあったんだけど、そう当店でご購入できますみたいななって、ああるじゃんと思ってカードあってこれって言ったんだけど「あないです」みたいな言われて「あないの?」と思ってまあでも「ちょっと探してもらっていいですか?」とか言うのもあれやったから「あ分かりました」って言ってそのままコンビニ出て「みたいなね、どうしようみたいな。でもちょっと不安やったのよ、そのイヤホンがないと。ってなった結果、近くのそのコンビニの近くにあった100均があって、で100均にあるよなみたいな、イヤホン現代令和やし昔イヤホンがあるのは知ってたのよ100均に。でもその100均に売ってるイヤホンってさこの挿すところ、携帯に挿すところがさ棒状のやつがあるイメージだったの。だからなんかこうさ、携帯というよりかはさ、なんかお仕事で使うインカムとかさ、なんかそういうので使うようななんかイヤホンが売ってるイメージがあったのね。いやでも今令和やしみたいな。そうなのよ、令和やしあるよなと思って行って、ほんならあれはなかったの。その有線の携帯にこう差し込む感じのやつはなくて、でも逆に Bluetooth がつなげれるイヤホンが1個あったの。あ、Bluetooth かみたいな。まあまあもう聞けりゃ何でもいいから、今その状態の時でもなんかもう何でもいいみたいな。もう音質とかも一回どうでもいいから聞けりゃいいから、もうそれ買おうと思って、100均やったんやけど680円ぐらいやったの。でも全然いいみたいな、買おうと思って買って、でそれ充電もして、よしこれで準備万端って思って行ったの。1泊2日のお仕事1回も音楽聴かへんかったマジで1回も出さへんかった、ポーチから。何やったんやろあれ、あの努力を西野。マジでどうするあれ、いる誰か一回大西が家で試し聞きしたぐらいのやつ、いる誰か。てかもらってよ。ていうかおいしい、めっちゃアイシャドウ持ってんな。なんかこんな使う？いや使うねんな、パンパンなんやけど。化粧ポーチ確かにね、そう次なくした時用にね1台持っておくのもいいよね。パンパンやん、見てこの密度、浮いちゃってるもん、ゆきりんさんのチークが入りきってないの。他にもいっぱいあるの、お家に置いといてるようなやつ。これは今常連のアイシャドウだけなんですけど、常連だけでこんなある。どういうこと？どういうことですか？化粧ポーチさありすぎてさ、もうお粉とか入ってないもん。こっちに入れてる。やばくない？めっちゃある。これまず第一陣。これはなんかお肌のやつとかアイシャドウとか眉毛とかなんか塗装系のやつが入ってるのこちら塗装系の化粧ポーチです。で次にこれ棒状の、これ棒状系が入ってる化粧ポーチね。ほらこういうマスカラとかブラシとか棒状系が入ってる化粧ポーチで、こっちはなんかクリーム系の化粧ポーチ、なんかハンドクリームとか日焼け止めとか化粧下地とかクリーム系のやつ。これとりあえず入りきる分のリップと、塗装系に入らなかったパウダーとアメちゃん計4つです。やばくない？これでも入りきってないんだよアメちゃん、そうアメちゃん大事でしょ。それ全部持ち歩いてるって、これ全部持ち歩いてる、お仕事の日だからね。お仕事の日マジでさパンパンなのよ。荷物おんもって言われるタイプの人間。そうなのよ。だからさ、お荷物美人とか言うじゃない。一生美人になれへんわ、そんなん言ったら。だからリュックなのかって。そうね。でも最近はね、トートバッグに入れてることも多い。塗装系とかで使ってないやつとかないのって。大体使ってるかも。全部毎日使うのって。仕事の日はこれ大体全部塗装系ってこれでしょ。うん、全部使ってる。これを全部顔に塗りたくってるんだよ、西は。紹介しようか。あ、これは使ってないかも、まだ。そう、西チーク使わない人間なんですけど、これは使ってないかもしれない、ゆきりんさん。でも可愛いから使いたい願望。じゃあまず紹介するよ。こちら、あ、いろいろ映っちゃう。こちら、ファンデーション、肌にもう塗装の一群よね。これが塗装ですっていうやつ。これはシェーディング。この辺を真っ黒にして小顔効果にするやつですね。でこちらのアイシャドウたちなんか基本は最近ね、これを使ってるの。このピンクのやつ、これファンの方からもらったんだけど、これ使ってて、基本はこれなの。でその次にこれは昔から使ってて、もう落っことしちゃってなんかほとんどないんですけど、ただここの白とここのギラギラが大西は好きで、だからこの2つのためだけにこれを持ってる。でこれゆうピンク、これゆきりんさんのやつなんですけど、これはね、もしここの色がお気に入りで、最近さっき見せたベースというか、こうピンク系にすることが多いの。でもこれもピンク系だから、そうで、ここの色を最近は使うことがね。でもこれだけでもいいんですよね、正直。そうでも今はこれだけ使ってるって感じ。これスック。そう、これもねちょっとこれすっごい鏡だから見せられないんだけど、ここの色を使うことが多いのそうです。でこちらはですね、こちらはここのなんかこれとあとなんかこの辺をなんかその日の衣装、これはね衣装によって変えたり、今までずっとこれだけでメイクやってたんですよ、アイシャドウって。でもなんかある日、なんか大西の目めっちゃオレンジじゃねってなってさよなら毛利さん見てて、なんか大西の目めっちゃオレンジじゃねってなってから、ちょっとこれだけでやるのやめた。大西ね、塗りすぎちゃうんですよね、アイシャドウ。そう、目力が欲しいんです。でもこれを使うと結構明るくなっちゃうから、これは夏とかに使ったら可愛い。でもこれも使うんです。なんかでも全部ちょっとずつこう色味調節をしながら、なんかちょっと目元暗いってなったら使う時もあるしみたいな、そんな感じでね、いろんな色を調合しながらなんかやったりすること多いから大体使ってるの。あと眉毛とハイライトとみたいなのが入ってます。男はいつでもどこでもすっぴん勝負なのに女は大変だって。すっぴん勝負なの？最近それあんまないよ。そのあれ多分男イコールメイクしないってね最近ねマジでねないと思うよ。うん、まあ人によりけりだよね。女性でもメイクしない方はメイクしないからね。だから男性も一緒。うん、ね。うん。メイクなんかしないよ。本当？まあでも人によりけりだろうね。しない人はしないんだろうね。する人はするし。うん、あ、ほら男はしないだろうって。あーちょっとやだそれちょっとそれやだな。その概念を消し去ってみたいな消し去ってみたい。そう最近はね本当に関係ないよ。そうなの。見てみてほしい世の中をそうなの。だからそうしない人はねしないんだけれども、そう今見てくれてる方もねしない方はしないんだろうけど、そうでもね世の中をね見てみたらね、うん、してる人めっちゃ多いよ。うん、そうなの。女だからしなさいもつられてね、なんかどっちもどっちもねなんでもいいじゃんね別に。もういっそこの世からメイクという概念消えてほしいって。それはちょっと私が困るなちょっとその概念を消し去ってしまうと私がちょっと困ってしまうのでちょっとそれは困るけど。男性芸能人かなって。芸能人みんなしてる。芸能人だけじゃないよ、みんなしてるよ今。うん、ももちゃんお仕事なかったらお化粧しないって。いやそんなこともないよ。家から全く出ないとかって時はしないけど、うん、一人で出かけるってなったら化粧下地とか日焼け止めとか塗って眉毛だけ描いていったりとかはするかも。うん。そうね。がっつりメイクするってなると、まあ、行く場所にもよるんやろうけどね。それこそなんかハマセリとかとご飯行くってなってもあんまがっつりメイクはせえへんかも。うん、そうだからあれよね、難しいよねそのあれは。場所によって変わるよねってね。場所によっても変わるしさ、人間関係によっても変わるしさ。そうよね。日焼け止めは必須アイテムでね。日焼け止めはねした方がいい。てかなんかね顔に塗っといた方がね多分いいと思う。なんかそうさこう外に出ると汚れた空気とかが肌についちゃって荒れちゃうんだって。まあ荒れない強い人もいるとは思うけど、なんか塗っといた方がいいんだって。なんか休みの日とかでも。そう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 ね。11時55分ってもう早っ、早くない？まだ化粧品しか紹介してないよっていうかさ、今さここにさ口内炎できててさ、笑うの痛いの。笑ったらさここのさ上の歯に刺さる。だからずっとさ今日さってしてたこうやって「ん？」って言ったらさ歯が当たらないの。ずっとこうやって過ごしてた。うんだよ。残り5分ということで、じゃあですね、そろそろランキングの方を呼んでいきたいんですけれども、明日は AKB48 天下一波動会でございます。そう大西は午前の部で参戦するんですけど、だから夜に決まるんだよね、どうなるかは。でもいいものをパスできたらいいなと思うので、ちょっと私も共に頑張っていきたいと思いますので、ちょっとね少しでもチームKに貢献できたらいいなっていう気持ちがあるので、ぜひよかったら応援してください。頑張ります。明日本当にねエナジーの方が結構重要になってくると思いますので、そうなんですよ。明日は多分みんなすごそうだから、シールドってね大西もまだ分かんないんですよね。もうこれ出てるんだよね、誰とペアなのかみたいな、なんかその話前やったよね。出てるよね。そう、大西はひななと共にやばいか時間やるんですけど、そうでもひななと大西出たことなくて、でそうどうなるかっていう感じなので、そうだから大西がシールドに回るかアタッカーに回るかっていうのは多分明日決まると思うので、ってなったら多分またツイッターでこれくださいってちょっとお願いすると思うので、よかったらそれで応援してくれたら嬉しいです。ちょっとごめんね、もうこんな時間か。一旦ランキングの方読んでいきます。いきますよ。1位コバ@大西推しさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がよちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がけいじさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がさとち@大西ぐんさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がゆみたん、ありがとうございます、イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がきょういさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がとち太郎さん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がコーヒーレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がえにゃ@ももかやなあいさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がいちよし ABA さん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ということでですね。そう。皆様本当にありがとうございます。そう。明日ですね。頑張りたいと思います。目指せチームK総合優勝。総合優勝したら何なんだったっけ？なんかあるんだっけ？それ、なんだっけ？CM か。そうだ CM か。チームKでね CM 出たいね。もうすぐチームも休止になっちゃうので、チームKで CM 目指して頑張ります。ぜひよかったら応援よろしくお願いします。現地でもそして遠くにいる方もそう、明日当日遠くにいる方もぜひよかったら携帯で応援してくれたら嬉しいです。では終わりたいと思います。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。バイバイ。やすー。